宮下愛子と申します。今会社員をしながらダンスが大好きで踊っております。よろしくお願いします。ではさ、ダンスを始めることになったきっかけというのを教えていただけますでしょうか。はい、きっかけはもともと踊ることはずっと好きで、物心をつく前から踊るのが大好きだったみたいで、CM の曲に合わせて家のこたつとかの上で踊ってたよね。すごい小さい頃から。そんな子だったので、もうそこから保育園のお遊戯会が大好きだったりとか。で、日本舞踊をそのまま親が踊りが好きなら習わせてみようというので、習わせてくれて。で、すごく田舎育ちなので、近くにダンススタジオとかはなかったんですけど、でも高校生ぐらいの時に少年チャンプルという深夜にダンス番組やってたんですね。元、昔のダパンプさんがやってた番組があって、そのダンス番組が大好きで、でも深夜2時、1時半とか2時やって、高校生の頃はもう起きてられなかったので、ビデオに撮ってずっと見てて、ダンスはずっと憧れてたので、で、この名古屋に、地元から名古屋に大学で出たんですけど、そのテーダのきっかけにストリートダンスが習える場所ができたので、習い始めました。そうなんですね。はい。日本舞踊はすごくお小さい時から始められたんですよね。どうやら2歳半とか3歳になる前からって言ってました。私は全然もう覚えてないんですけど、やってたみたいです。何年間されてたんでしたっけ。日本舞踊は高校卒業するまでなので、15年ちょっと。わあ、すごい。その時のお名前が西川文愛さんということで、このお名前は誰が付けてくださったんですか。これは、日本舞踊って何年か習うと、資格を取れる試験があって、命名してもらえるっていう。それをした、命名試験を受けて、自分はこういう名前が付けたいですっていう。申請式になってるので、自分のお師匠さんの一文字入れて、で、私、愛子の愛の字入れて、海の日生まれだったので、海という字が入って、はい、そういうふうに名付けが入りました。ありがとうございます。じゃあ、最初にダンスを教えてくれた人となると、その日本舞踊のお師匠さんということになるんでしょうか。そうですね。踊り自体を教えてくれたのは、お師匠さんです。はい、その、高校生までの間、お師匠さんというのはお一方でやるんですか、お一人でやるっていうことですか。そうです、ずっと同じお師匠さんについてて、どんなお師匠さんでしたか。いや、めちゃくちゃパワフルな、ファンキーなおばちゃんって感じなんですよ。めっちゃかっこいいおばちゃんなんですけど、練習、お稽古の時は結構厳しくて。ファンキーな日本舞踊ってすごいですね。そうです、私服がすごいファンキーで、ファンキーな日本舞踊のお師匠さんですよね。それで、大学からはそのダンススタジオに行けたということですけど、そこもなんか固定の先生がいらっしゃったりしたんですか、何かこうご自身の。言い悪いも、この先生が言い悪いとか全然知らないので、誰が有名とかも全然知らなくて、とりあえず家の近くにあったダンススタジオに、たっていうのがきっかけなんですね。で、そこから私今ハウスダンスっていうのを踊ってるんですけど、ダンスにもいっぱいジャンル、いろんな種類があって、最初はいろんなジャンルを踊り始めたんですけど、一番最初に踊って一番できなかったのがハウスダンスっていうジャンルで、で、テレビを少年チャンプルを見てた時に一番かっこいいなって思ったのがハウスダンスだったんですよ。一番かっこいいっていう記憶に残ってるものが一番踊れなくて、最初はすごい悔しくて泣きそうになりながら帰った記憶を覚えてます。へえ、そんな、大変なハウスダンスを自分でこうね踊れると実感するまでにこう何か努力されたこととか、何かそのためにしたことってあるんでしょうか。で、その好きな先生のレッスンは週に1回だったんですけど、でも他のダンススタジオに同じジャンルを教えてる先生もいたので、ダンススタジオは3つ4つ掛け持ちして、週5、6レッスン受けて、で、レッスンの後に
ひたすら自主練習して、もう毎日練習してた、当時を練習してた記憶がすごくあります、うん、周りにもう私が高校生、大学生、社会人になった頃には中学生ぐらいでダンスを始めてる子っていうのがいっぱいいて、でそこのブランクっていうか、なんていうんですか、この時間差を必死で埋めたいっていう、なんかそこにこうどうしても休んだらこの差がもっと開いちゃうんじゃないかっていう自分の中で思っちゃってて、もう必死でっていう感じ、ね、表現ってなると、何かを伝えたいっていう感じっていうよりは、自分の今私この曲好きなんですとか、私踊ってるのが楽しいんですっていうのが一番私にはあって、なんかこう、こういうものに意味を持たせたいっていうことより、本当純粋に楽しいが一番なので、意味というのかどうかちょっとそこが曖昧かなと思うんですけど、場合によってなんですけど、あとは、ハウスダンスは結構クラブっていうんですかね、音楽、DJ が音楽を流れてて、ああいうクラブダンスの方が強いので、そこはもう振り付けを踊るっていうより、その時流れてきた曲に対して、みんなでイエーイ、ワーイみたいなのが多いので、一人だったり、その時にいる空間の仲間だったりっていう感じ。じゃあ、逆にそのダンス踊られる、いつも踊られる方は、割と固定っていうよりは流動的に変わることが多い。その場にいる人っていうのが、ダンス仲間に。の方が、まあ、ダンスチームも持っていて、ショーに出たりコンテストに出たりっていう時は自分のダンスチームで出たりするんですけど、それ以外に個人として踊ったりとか、本当に遊びに行く感覚で踊りに行くので、そういう時は本当にその場にいたその人たち、初めての人ももちろんいますし、全然ダンサーじゃない方もいるんですけど、それがその時の空間の仲間になるって感じなんですよ。なるほど。じゃあ、そういう、まあ、ある意味決まったダンス仲間もいらっしゃるってことですね、チームというか、そのコンテストに出るときはちょっと固定の方がいるんですね。やっぱり違いますか、そのいつもの方と踊るときと、なんかその場で他の方と踊るときって、こう感覚が違うものでしょうか。全然結構違くって、やっぱりもともといるメンバーはこの人がどういうものが好きかとかある程度把握ができてて、なんですけど、初めて会う人は、その人どんな人かもわかんないんですけど、割とダンスで内面が分かったりもするので、そこは、その時こういう、あ、こういう感じの人っていうのがあって、面白いかなと。そうなんですね。違った、また面白い面がありますね。はい。で、まあ、これまでね、そのダンス、踊るっていうことに関しては、2歳半からの長い時間が、ね、経っていますけれども、今までおつらかったこととか何かありますか。つらかったことは、私東京に出てきたのがダンスをしたかったので東京に出てきたので、名古屋でずっとストリートダンスしててダンサーっていうものに憧れてたので、ここの東京に出てきたんですけど、で東京のシーンに来るとやっぱりダンスは楽しいだけじゃなくて、もちろんビジネスなので、なのダンサーっていうビジネスに上がるということは、好きなダンスで競争する場に上がんなきゃいけなくって、私自身あんまり競争っていうのがそんなに好きではなかったっていうのが気づいたんですけど、でも勝負にダンスバトルだったりコンテストだったりっていうものがあるので、そこに出て競争をしていかなきゃいけない、で勝った負けたを決めなきゃいけないときに、勝つダンスと自分が好きなダンスっていうのがちょっと違くって、人が見てすごいって思うのか自分が楽しいって思うものか、そこのせめぎ合いがすごくあって、やっぱり一番楽しいっていうのがで、音楽とか聴くのもすごく好きで、で好きな音楽に対して楽しいって踊れるのが私にとっては一番楽しいこ